スクリームキック、低い弾道のキックを蹴りましたが、しかしこのキック外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合反則という扱いになり、相手チーム愛知は5ヤード下がって蹴り直させるか、ボールが出た地点から5ヤード前進した地点からの攻撃とするか、相手30ヤード下がった35ヤードからの攻撃をいずれか選択できます。愛知は5ヤード下がってのキック蹴り直しを選択しました。はい、失礼しました。したがって磯の自陣30ヤードに下がってのキックオフやり直しです。今度はどのようなキックオフを行うでしょうか。さあ30番がリターンに入ります。これを磯のカバーチーム見事なタックルで仕留めまして、愛知陣30ヤード付近でボールデッドとしています。タックルをしましたのは磯のスーパースターズの53番のプレイヤー、松本、日本大学出身の選手です。ルーキープレイヤーがここで一つ大きな仕事を決めました。この結果愛知陣29ヤードからの攻撃に入ります。愛知ファーストダウン10。磯のナイスディフェンス。まず愛知はランプレーを展開しようとしました。ところがこれを磯野のディフェンスラインマン6番が見事にインチャージをかけまして、このプレーが成立する前に約3ヤードロスとしました。素晴らしい反応を決めましたのは磯のスーパースターズの6番、宮崎、四日市大学出身のプレイヤーです。愛知自陣26ヤードからセカンドダウン13の状況に入ります。さあパスを投じまして右オープンへ展開、抜けました。さらにかわす、タッチダウン。クォーターバック7番ヒッチパスをワイドレシーバー8番に通しました。そのパスを取った8番、なんとそのまま右サイドライン独走、相手タックル振り切り、そのまま一気にエンドゾーンを駆け抜けました。愛知タッチダウンを上げまして6点獲得です。愛知ゴールデンウィングス6点獲得。見事なタッチアンドキャッチアンドランを決めましたのは愛知8番ワイドレシーバー B ヒット、タートンステートユニバーシティ出身のルーキープレイヤーです。そしてこの毛利のキック決まりまして1点追加、愛知ゴールデンウィングス10点、磯のスーパースターズ0点となりました。ここで愛知の今季最大のルーキープレイヤーであるビリー・フィートのスーパープレーが出まして、愛知先制のタッチダウンを上げることに成功しました。そして得点を挙げました愛知のキックオフで試合再開となります。キッカーは先ほどトライフォーポイントを見事に決めました毛利が務めます。さあ磯野はリターナー19番と84番が配置されました。磯野もこのキックオフリターン見せることができるでしょうか。さあ19番リターンに入ります。相手タックルを飛び越え自陣30ヤード付近までボールを返しました。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生しています。
キックオフのオフサイド、キックチーム15番、キックチームのオフサイドです。キックオフをやり直します。蹴り出す前にボールより前に出ておりました。この反則により施行方法は様々ありますが、磯野は5ヤード下げてキックオフをやり直す選択を選びました。さあ従いまして愛知自陣30ヤードからのキックオフやり直しです。さあ再び19番がリターンに入りました。これは抜けます。まだ倒れない。さらにかわす。タッチダウン。なんと磯野このキックオフでキックオフダウンタッチダウンを決めました。リターナーは19番の五十嵐、ここで大きな仕事を決めました。磯野6点を取り返しました。見事なキックオフリターンタッチダウンを決めましたのは磯野スーパースターズ19番五十嵐、東北大学出身のルーキープレイヤーです。そしてトライ4ポイント。しかしこのキックは失敗、6点止まり。磯野スーパースターズ6点、愛知ゴールデンウィングス0点、失礼しました、愛知ゴールデンウィングス10点となりました。後半開始早々両チームビッグプレーが出ました。愛知はビリー・フィーとのまさに個人技を見せつけるようなキャッチアンドランによってのタッチダウン、そして返しました磯野、その返す方のキックオフでなんとキックオフリターンタッチダウンを決めるという形で、両者タッチダウンの応酬という形で後半戦始まっております。ここまでの拮抗が一気に解けるかのようなこの目覚ましいタッチダウン構成が果たして後半戦どのような結果を招くでしょうか。そして先ほどタッチダウンを上げました磯野スーパースターズのキックオフで試合再開となります。キッカーは1番の美濃浦が務めます。愛知はリターナーとして8番と30番が入っております。さあ8番がリターン、これを磯野29番がタックルしまして愛知陣25ヤード付近でボールデッドとしました。タックルしました磯野スーパースターズ29番は日比野、金沢大学出身のルーキープレイヤーです。さあ互いにタッチダウンの応酬で始まりました後半戦。状況は愛知自陣29ヤードからのファーストダウン点で試合が始まります。再開されます。ここで磯野ディフェンス陣がさらに奮起します。愛知の中央へのランプレーを再び磯野ディフェンスライン陣が吸収しまして約3ヤードロスに変えています。さあ愛知自陣26ヤードに下がりましたセカンドダウン13。
クォーターバックなるワンプレッシャーを浴びましたが、しかし大きく迂回しつつ右オープンへ展開。スクランブルに入りまして約むしろ4ヤードから5ヤードのゲインに変えました。素晴らしい判断のランプレーでした。見事な対応をしましたクォーターバック7番は長浜。かつて X2 にこのチームを昇格させ、そして X3 に急遽参戦してきた福岡サンズにあわや1敗1にまみれるという大熱戦を演じた、その伝説のクォーターバックがここで素晴らしいプレーを見せています。さあ愛知、この結果サードダウン7の状況から攻撃開始です。しかしこの攻撃を磯のディフェンス陣が止めます。長浜のパスを取りましたレシーバー、右奥に展開を図りましたが、これを磯の17番が見事にアジャスト、ゲイン1ヤードに止めております。素晴らしい対応をしたのは磯のディフェンスラインラインバッカー17番中川、金沢大学出身のプレイヤーです。さあ愛知は結果的にフォースダウンパントフォーメーションを選択しました。パンターは53番の鈴木が入っております。さあ磯のリターンに入ります。このリターンは自陣40ヤードを超えたところでボールアウトオブバウンズとなり攻守交代となりました。さあ攻守変わります。磯の自陣42ヤードからファーストダウン10。 TK 様コメントありがとうございます。五十嵐選手のランプレーまた期待したいところです。さあパスを通したがこのパスは成功しました。磯のファーストダウン。クォーターバック19番、ここでタイトエンド86番にパスを通しまして攻撃権を更新です。磯のファーストダウン。パスを通しましたクォーターバック18番は田中、岐阜大学出身のプレイヤー。そして取りましたタイトエンド86番は神奈、姫路工業大学出身のプレイヤー、同じ私の母校姫路独協大学のクロスタウンライバルの姫路工業大学出身のプレイヤーがまだ X3 で健在に活躍しております。さあ相手陣に入ってのファーストダウン。磯のこのパスは不成功。クォーターバック18番、ここでプレイアクションのロングパスを投じました。ターゲットは19番、しかしこれはカバーされていたためパス不成功となっています。さあ磯の相手陣47ヤードからセカンドダウン10。愛知ナイスディフェンス。ここで磯野はランニングバック25番へのトスをしての右オープンへのスイープレーを図りました。しかしこのプレーを選択した際に愛知3番が見事に反応しまして約6ヤードのロスを奪っています。レフリータイムアウト。水分補給のためのレフリータイムアウト。ここでウォーターブレイクに入ります。現在スコア表示が止まっておりますが画面操作戻りましたら調整をさせていただきます。しばらくお待ちください。
先ほどの素晴らしいロスタックルを決めましたのは愛知3番の佐川でした。愛知大学出身でチームのキャプテンを務めております。さあウォーターブレイク解けまして、磯野サーブダウンの状況に入ります。攻撃権更新には16ヤードという厳しい状況をどのようなプレーで突破するでしょうか。ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを投じました。しかしキャリア25番宮部一気に前進を図っています。しかし攻撃権更新にはまだ至っておりません。フォースダウンとなります。磯野相手陣40ヤードに入っていますが、フォースダウンパントフォーメーションを選択しました。このパントは愛知陣10ヤードを超えたあたりで外へ出ました。愛知陣5ヤードのところで外へ出ていますので、攻守はこの位置で変わります。愛知自陣5ヤードに追い込まれた位置からの攻撃となりました。磯野素晴らしいパントでした。さあ自陣5ヤードの厳しい状況からですが、愛知攻撃に入ります。愛知ファーストダウン10。パスは成功。クォーターバック7番右サイドライン際にいたレシーバーへのヒッチパス、これを取りました。8番キャッチアンドラン測りましたが、しかし磯のディフェンス陣集まりまして、ゲインは4ヤードにとどまっています。パスを取りましたワイドレシーバー8番はビリー・ヒュイット。愛知セカンドダウン6、ボールオンは自陣9ヤード。パス成功。パス成功。ファースター。クォーターバック7番プレッシャーをかわし左に流れつつ、ワイドレシーバー86番にパスを通しまして、愛知攻撃権更新となりました。愛知ファースター。パスを取りました愛知86番の山田、滋賀大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権更新になりました。愛知自陣17ヤードからファーストダウン10。パス通ります。クォーターバック7番プレッシャー浴びながら、ワイドレシーバー86番に再びパスを通しました。ゲインは約9ヤードとなっ9ヤードとなっています。磯野スーパースター3。長浜ここで山田に2つパスを連続で通しました。愛知セカンドダウン残り1ヤード、ボールオンは自陣25ヤードの状況です。中央へのランプレーで攻撃権更新、ファーストダウンとしました。ケリア1番密集点に突っ込み、味方ブロッカーの力も借りて攻撃権更新のファーストダウンを取りました。キャリア1番は勝本、関西学院大学出身のプレイヤーです。
愛知攻撃権更新しまして、自陣30ヤードからのファーストダウン10。クォーターバック7番ショットガンフォーメーションから右に切り上がり、そこから右オープンをランプレー。相手タックル浴びながら、しかしセカンドエフォートで攻撃権更新としました。愛知ファースト、見事なランを決めましたのはクォーターバック7番の長浜、大阪市立大学出身のプレイヤーです。愛知が誇る伝説のクォーターバックがここでチームに活力を与えます。さあ愛知自陣43ヤードからのファーストダウン10。クォーターバック7番パスを投じようとしましたが、レシーバーカバーされてず判断してあえてそこで倒れました。結果的にノーゲインとなりましてのセカンドダウンに移ります。しかしここで反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、先ほどのプレーの際にオフェンスチームが相手選手を掴んでおりました。ホールディング、オフェンス66番、ペナルティ10ヤード、愛知ゴールデンウィーク、ファースト10ヤードバッタリとなりまして、愛知ファーストダウンのやり直しとなります。ダウン表示誤っておりまして申し訳ありませんでした。愛知ファーストダウンの状況です。愛知ファーストダウン20で試合再開です。パス不成功。クォーターバック7番、ここでショットガンフォーメーションからパスを投じましたが、このパスはわずかに短く、パス不成功となりました。セカンドダウンと変わります。愛知自陣33ヤードからセカンドダウン20。まだ倒れない。しかしゲインにはなっておりません。ランニングバック30番、なんとかこの磯野のディフェンス陣を突破しようと大きく迂回図りましたが、しかし結果的には約3ヤードのロスを奪われております。負傷したプレイヤーのためのレフェリータイム。さあ先ほど30番近藤の素晴らしい踏ん張りを見せようとしたランプレーがありましたが、しかし結果的には磯野のディフェンス陣の奮闘によりましてゲインには至っておりません。約3ヤード下がりましてサードダウン23と厳しい状況に愛知は陥っています。第3クォーター終了。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして愛知ゴールデンウィングス10点、
磯野スーパースターズ6点という状況で、その差4点で最終クォーター第4クォーターに移ります。